小田急電鉄、小田急電鉄株式会社、小田急電鉄は、東京都、神奈川県を中心に、鉄道事業、不動産業などを営む日本の会社である。略称は小田急。小田急グループの中核企業で、東京証券取引所一部上場。日経225、日経平均株価の厚生銘柄の一社である。1923年、 大正12年5月1日に、旧会社である小田原急行鉄道が設立。1941年、昭和16年に、親会社の絹川水力電機がこれを合併して、小田急電鉄となり、1942年、昭和17年5月1日に、東京急行電鉄に統合されたが、1948年、昭和23年6月1日、 東京急行電鉄の再編成により、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、京王帝都電鉄、現在の京王電鉄及び新会社の小田急電鉄の4社に分離されて発足した。3両線 120.5km 営業キロ、計70駅を運営している。鉄起動部門収益は1,198億8,000万円で、大手私鉄16社中5位であり、 全事業収益に占める、鉄機道部門収益の割合は72%となっている201年3月31日現在。グループ企業には、運輸、流通、不動産、ホテルなど100社ある2017年8月1日現在、小田急ポイントサービスの加盟店舗である。小田急グループの経営理念は、小田急グループはお客様のかけがえのない時と、 豊かな暮らしの実現に貢献します。である。社会に対して事業を通じて果たすべき役割、責任や企業市民として社会に存在する意義を表している。社門は1948年、昭和28年に制定された、小田急の省を図案化したもので、中央の項は鉄道の象徴であるレール断面を周囲の円は社内の輪を象徴している。 ブランドマークは2008年、平成20年より使用を開始している。ロゴマークは、アルファベットの O を図案化したマークと、小文字の小田急ロゴの組み合わせで、豊かな沿線環境のもとに、自然、歴史、都市文化の新しい融合、豊かな生活の創造、より多くの上質と感動を提供していく、小田急グループを表現している。ブランドマークは、小田急とだけ記される。 グループブランドマーク、小田木の下にエレクトリックレイルウェイと記される、コーポレートブランドマーク、小田木の下にグループと記される、グループ表示マークの3種類がある。ブランドマークは導入とともに、特急車両、一般車両にも掲出されているが、小田急ロマンスカーのエンブレムとして7000系、ルス1万系、ヒセ2万系、スに使用されている、オアノリ文字と沿線である、 神奈川県の県下である山ゆりの花を合わせたイラストや一般車両に付けられているオアの略称も従来同様に新ブランドマークと並行して使用されている。ただし一般車両では4000型や8000系更新車の一部でオアロゴを撤去した車両がある。またロマンスカーについても廃車を免れて残存するルスの塗装が2012年2月に 登場時の塗装に復元されことに加え、2012年3月17日のダイヤ改正に伴う必設の退役により、山百合のエンブレムは、留守のデッキで入り口がラスドアに残るのみとなった。戦前の小田急は、利光鶴松が経営した電力資本、絹川水力電機を親会社としていた。都光は、郊外鉄道の将来性に着目し、東京市内の地下鉄も 東京高速鉄道、山手線を外周する、東京山手急電鉄、乗船地区の開発を目的とした、渋谷急行電鉄などを、次々と企画した。結局実現したのは、小田急線と井の頭線、渋谷急行計画の更新だけであったが、東京高速鉄道は後に、後藤慶太郎の手により実現した。電力国家管理に伴う日本発送電への、 統合で、機関事業の電力部門を奪われた、絹川水力電機は小田急を合併し、電鉄会社となったが、中国、山東半島での工業に乗り出したのが裏目に出て、同社の栄誉を圧迫した。そのため、利光は、一切の事業を、東京横浜電鉄の五島二条と、九州合併され東京急行電鉄、いわゆる大東急となった。このため、 企業乗っ取りの歴史である大東急形成の中で、小田急だけは事情が異なるのだが、大東急解体の旗頭となったのは、旧小田急関係者であった。新生小田急は1948年6月、東京急行電鉄、東急から6635万1000円で事業を譲り受け発足した。この時、井の頭線は東急から、京王帝都電鉄、現、 京王電鉄に異常され分離したが、その代わりに戦前は無関係であった箱根登山鉄道と元来東京横浜電鉄の関連会社であった神奈川中央交通を東急から譲り受けし、系列会社とした。また、やはり戦前は無関係だった江ノ島電鉄の持ち株の一部も東急から譲り受けしたが、後に買い増しを行い系列化に収めている。他方で、 1960年前後には、東急の意を組み、相模鉄道の株を大量に買いますという事象も発生した。結局、買収に至ることはなかったが、今なお小田急は、相模鉄道の純粋持ち株会社である相鉄、ホーディングスの筆頭株主となっている。しかし、その持ち株比率は10%にも満たず、小田急自身、相模鉄道を関連企業とは見なしていないことから、 一般に、相模鉄道は、小田急グループには含まれていい。近年、県営の中と称された、西武鉄道と営業資産の協力関係、共通商品の開発に乗り出して、こうを奏している。箱根地区をめぐる西武鉄道グループとの確執は、箱根山戦争のこうを参照。各ダイヤ改正の詳細は、小田急電鉄のダイヤ改正を参照。小田急電鉄は、 以下の路線を営業している。過去には以下の路線を営業していた。また、他の鉄道路線との連絡線として、その他の営業線で述べる松田連絡線を保有しているほか、過去にはその他の廃止線で挙げる連絡線を保有していた。小田原線は、東京都新宿区の新宿駅から、神奈川県小田原市の小田原駅までを結ぶ路線である。1927年。 昭和2年4月1日に全線開通した。東京県の通勤路線としての性格と、有料特急ロマンスカーをはじめとする小田原、箱根方面への観光輸送の両面を持つ。東京特部を通る区間を中心に、ラッシュ時は混雑する。そのため、代々木上原駅から、上戸駅泉玉川駅間の地点との間は、輸送力増強のため連続立体交差化。 福々線化事業が行われており、2018年、平成30年3月に完了した。若者の町として、著名な下北沢、沿線有数の高級住宅街を要する成城、大規模な住宅地及び新宿に次ぐ、大規模繁華街を要する町だ。江ノ島線との交点であり、運行の要所である、相模大のベッドタウンの海老名市。 県央地域最大の物流、産業拠点で、厚木都市圏を形成している、厚木市、東京都心部から行きやすく、登山者が多い大山、丹沢のある、伊勢原市、秦野市や、海に面する歴史に満ちた、城下町、小田原を結ぶ、小田急を代表する路線である。東京メトロ千代田線及び、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐観光線。 常磐線各駅停車と、相互直通運転を行っていて、小田急の車両は本厚木駅から代々木上原駅を経て、東京メトロ、綾瀬駅まで、さらに JR 常磐観光線に乗り入れて、千葉県の松戸駅、柏駅、阿鼻子駅、茨城県の鳥出駅にまで足を伸ばす。2016年3月25日までは、小田急の車両は、綾瀬駅までの運転で、東京メトロの車両のみが、 鳥出駅方面から、千代田線小田原線を経て、多摩線、唐木田駅へ直通運転されていたが、同年3月26日からは、小田急、東京メトロ JR 東日本の所属を問わず、関係するすべての車両、6万系及び、JR 東日本の209系千番台を除くが、小田急線、千代田線常磐観光線を通し運転するようになった。また、 小田原駅から箱根登山鉄道箱根湯本駅まで特急ロマンスカー及び一部の各駅停車が乗り入れている。2008年平成20年3月15日のダイヤ改正以前は急行、準急列車も箱根登山鉄道へ乗り入れていた。特急、富士山は新松田駅、松田駅間の連絡線、新松田駅の少し、渋沢駅寄りにあるを経由して、 東海旅客鉄道、JR 東海五殿場線五殿場駅まで直通運転を行っている。2018年、平成30年3月16日までは、朝霧の愛称で運転されていた。1991年、平成3年3月16日から2012年、平成24年3月16日までは、JR 東海、小田急電鉄の双方の車両を使用して、 新宿駅沼津駅間で運転されていたが、同年3月17日のダイヤ改正以降は、運転区間が新宿駅御殿場駅間に短縮され、小田急電鉄の車両を6万系、むずれの運転となった。なお、関東地方の私鉄では唯一営業路線が、JR2 社、JR 東日本、JR 東海の在来線管内を直接結んでいる、JR 東日本新宿駅、 小田原駅等と JR 東海松田駅。江ノ島線は神奈川県相模原市の相模大野駅から神奈川県藤沢市の片瀬江ノ島駅間を結ぶ路線である。正確には相模大野駅から小田原駅方の地点に小田原線との分岐点、相模大野分岐点があり、ここは運賃計算に反映されている。小田原線が開業して2年後の1929年、 昭和4年4月1日に全線開通した。小田原線新宿駅、町田駅などから直通列車が運行されており、新宿駅から特急ロマンスカーのほか、快速急行が日中、毎時3本ほど運行されている。多摩線は、神奈川県川崎市の新百合川丘駅と東京都、多摩市の唐木田駅を結ぶ路線である。東京メトロ千代田線と合わせて、 東京都の都市計画9号線を実現する。多摩ニュータウンへの連絡鉄道として建設された経緯がある。途中の小田急多摩センター駅まで開業した当時、そこより先を橋本駅まで京王相模原線と並走する計画であったが、京王相模原線と競合することや、単純に旅客需要が見込めないことから取り下げ、唐木田駅を開業させ、合わせて、 北見県尺から木田出張所、から木田社区を開設した。今後は、相模原市と町田市が主導する形で、横浜線相模原駅を経由して、相模線上溝駅方面への延長も計画されており、相模原駅延伸への前提となる、米軍相模総合補給省の一部変換が、事実上内定したとから実現されるかどうか、注目されている。 開業当初から2002年、平成14年までは、船内寄り開始がほとんどだったが、2018年3月17日現在は、新宿直通の急行が、日中に、毎時3本運転されている。また、この他に、船内寄り開始の確定が、毎時6本運転されており、同船では最低でも、毎時9本が確保されている。急行は、多摩線内では、栗平駅、 小田急長山駅、小田急多摩センター駅、唐木き駅に停車する。なお、以前は、平日の夜間には新宿、北千住、唐木玉のロマンスカーホームウェイメトロホームウェイドも、見られた3本が、2016年3月25日を、もって、多摩線内のロマンスカーの営業を終了した。2018年ダイヤ改正では、多摩急行、準急、千代田線直通の急行の廃止で、 多摩線から千代田線に乗り入れることはなくなった千代田線から多摩線への直通列車は各駅停車が一本のみ残存している。JR 御殿場線へ直通運転するために小田原線新松田駅付近から御殿場線松田駅へ向かう単線の連絡線、通称松田連絡線が存在する。定期列車では特急富士山が使用する。小田急の乗務員は 松田駅到着まで乗務する。小田急や小田原駅で接続する箱根登山鉄道と車両メーカーとの車両自治もこの連絡線を使用する1994年より前までは小田原駅で行っていた。車両メーカーとの講師鉄道車両輸送は JR 東海の補展場線を経由して行われ JR 貨物が機関車、運転士ともに担当する連絡線は 小田急電鉄に属するため、JR 貨物の運転士の運転は、松田駅到着までであり、松田駅で小田急の運転士に交代する。列車は、そのまま連絡線を通って新松田駅まで運転を行い、機関車を切り離したんで、松田駅に戻る。小田急の運転士は、この連絡線運転のため、JR 貨物で電気機関車 EF65 の訓練を受けており、 運転の頻度は多くないものの、輸送に対応する必要に応じて2017年時点で、小田急の全運転士の約4%にある23名が資格を保有している。向ヶ丘遊園モノレール線は、小田原線の向ヶ丘遊園駅から向ヶ丘遊園の近くの向ヶ丘遊園西門駅までの間 1.1km を結んでいたモノレールとしては日本では、 数少ないロッキード式モノレールだ。それまでの豆電車に代わって1966年、昭和41年に開業した。1980年代に、向こうが丘遊園で、ウルトラマンショーが開催された際は、PR を兼ねて、運転台部分をすっぽり覆う巨大なウルトラマンのお面を取り付けていた。2000年、平成12年2月の定期検査時に、 モノレールの台車枠に30センチメートルもの致命的な亀裂があることが判明したため、同月13日に運転が休止された。回収費用が試算されたところ、同年11月30日に出来上がった。報告書には、ロッキード式という貴重な車種であったことがわざいし、修理や、その他設備の回収に3億8000万円近くの費用と2年間の工事間が必要なことが判明した。 一方、同船は遊園地への輸送が目的であり、その遊園地の利用客も減少していたため、費用対効果の面から、回収費用が年出不可能との判断が下される。これにより、運休1年後の2001年、平成13年2月1日に正式廃止となり、翌3月にはさよなら展示会が、向こうが丘遊園生モニー駅で開催された。 向こうが丘遊園自体もモノレールの運行休止から2年後の2002年、平成14年3月いっぱいで閉鎖、バラ園のみ、川崎市の管理で存続となり、モノレールのレールも撤去されたが、川崎市によって、廃線跡地に遊歩道が作られたほか、モノレールの橋脚のモニュメントも設置されている。2006年以降のダイヤ改正は、小田原線、多摩線が、 東京メトロ千代田線及び JR 東日本の常磐観光線、常磐線各駅停車と相互直通運転を行い、小田原線の特急、朝霧りが渋沢松田間の連絡線経由で JR 東海の古天馬線と直通運転を行っている関係で、一部の例外を除き、JR グループのダイヤ改正と同じ日程で行われている。 ただし2007年2011年は実施されず、2010年は一部列車のダイヤ修正に止まっている。2012年にはロマンスカーの使用車両及び運行系統、停車駅の変更などが大きく、JR グループのダイヤ改正と同日の3月17日に3年ぶりの大規模なダイヤ改正が実施された。現有路線の節で述べた通り、 2016年3月26日のダイヤ改正では、それまで千代田線綾瀬駅までの乗り入れであった小田急の車両も JR 常磐観光線への乗り入れが開始された。小田急の車両は自社路線のある東京都や神奈川県のほか JR 御殿場線への乗り入れで静岡県にも入っているが、同日より常磐観光線への乗り入れで千葉県や 山梨県を除く関東地方で唯一、大手私鉄の路線が存在せず、乗り入れてくる大手私鉄の車両もこれまで、東京メトロのみであった茨城県にも入るようになり、また小田急は、複数の JR グループの会社の路線に乗り入れる、大手私鉄となった。これにより小田急の車両は、茨城県から静岡県までの広範囲で走行することとなった。小田急電鉄では、 ロマンスカーと総称して呼ばれる有料特急列車を運行しており、系統、種類に応じて、下記の相性がある。全列車とも全座席指定で運行される。JR グループの新幹線や近畿日本鉄道の近鉄特急と同様、小田急電鉄の看板列車となっている。2008年3月15日からの東京メトロ、 千代田線乗り入れ開始に伴い次の愛称が登場した。同時に新設された、後日のベイリゾート号以外はすべて頭にメトロがつく。これらはすべて6万ケームズにより運転される。2018年3月17日のダイヤ改正で、次の愛称が新設された。運行日が限定される列車、小田急電鉄の場合、 2600型までの通勤軽車両については制御装置等の英字による略称を内部用語として用いることがあり、趣味的にも流用される。また、その延長で3000系、初代にスーパーエクスプレス、カーの略称である SE の通称を与え、以降特急軽車両については内部、または公募で、愛称、略称が与えられている。全社は、 全電動車式高性能車の問題を、後者は小田急ロマンスカーを参照されたい。なお、京浜急行電鉄、京成電鉄や東京都交通局、名古屋市交通局、及び阪神電気鉄道の昭和50年代までに落成た車両などと同様に、軽ではなく、軽と故障される。また、特急系、通勤型とも固定編成を前提とした機器構成がなされているので、 原則として編成外は行われない。技術面での評価は高く、1957年には3000系 SE 車が東海道本線にて当時の狂気鉄道での最高速度世界記録時速1 4 5トルを樹立した。その他、ブルーリボン賞、ローレル賞などの鉄道関係の賞を数多く受賞していた。しかし、 近年では通勤軽車両のみならず、特急軽車両でも、他社で実績のある技術や広報を多く取り入れ、5万系ファシアを除いて独自性はない。車両の製造メーカーは特急型が、日本車両製造と川崎重工業、通勤型は前期の2社と総合車両製作所、横浜事業所、及び全経営者の東急車両製造であったが、5万 K ファシア以降の特急型は日本車両製造のみ、4000系、2台は、総合車両製作所横浜事業所、及び、東急車両製造と、JR 東日本ニーツ車両製作所、現、総合車両製作所ニーツ事業所で製造していい。車両更新、回収は、車両製造メーカー、または、グループ企業の小田急エンジニアリング、過去には、 小田急車両工業で施行される。制御装置の製造メーカーは特急型が、東芝、通勤型は三菱電機と分けられている。火災防止のため、すべての通勤傾車用で、車両下にある仕切り扉のドアストッパーを撤去した。また、在籍する営業用車両の終電装置はすべて、シングルアーム式パンタグラフを搭載している。これは、大手施設では初めてである。 台車については、開業以来一部、ロマンスカー3 0 0 0系 a 水車、国鉄タイプの1 8 0 0系、旧型車の機器を流用した4 0 0 0系、初代他を除いて長い間、住友金属工業製のもの、特に2200型から100型までの、心臓通勤用車両や、ロマンスカー7000.10002万型は、リンク式の一種である、 アルストム・アルストム・リンク式台車式と呼ばれる構造が採用されていたが、ロマンスカーの5万系柱以降は、日本車両製造製に、通勤用の3000系以降は、東急車両製造、総合車両製作所制に切り替えられている。2001年、平成13年1月15日に、小田急研修センター、動力車操縦者養成所を解除した。鉄道係員養成のほか、 グループ会社合同の研修で使用される。大人普通旅客運賃、小児半額、IC カードの場合は1円未満の波数切り捨て、切符利用の場合は10円未満の波数切り上げ、2014年4月1日改定。小田急は沿線に、箱根や江ノ島、鎌倉、丹沢、大仙、伊豆といった有名観光地があり、観光客向けにフリーパスや、 クーポンを発売している。一部のものは、相模鉄道、西武鉄道でも販売しているので、両鉄道の各駅からも利用できる。買っては、西伊豆フリーパス、中伊豆フリーパス、南伊豆フリーパスも発売していた。かつては、箱根弁護ニア園、姫シャラの湯のクーポン、箱根ホテル小脇園ゆったり、クーポンも発売していた。かつては、足柄小道、 万葉ハイキングパスも発売していた。かつては、御殿場往復割引切符、小田急、世田谷線散策切符も発売していた。鉄道事業者としては初めて、早期地震警報システムを導入し、2006年8月1日に、気象庁が特定事業者に向けて提供する、高度利用者向け緊急地震速報の配信開始に合わせて運用している。 デジタル信号を用いた自動列車停止装置の DATSP を全線で使用している。DATSP は2012年3月に多摩線で導入し、以後各線で導入が進められ、2015年9月12日に全線で導入が完了した。DATSP 導入前は編集式の自動列車停止装置 OMATS が全線で使用されていた。 小田急線内にある234の全踏切に、監視カメラ、中音マイクスピーカーを設置、立体化によって廃止された踏切9個には、監視カメラのみ設置し、運輸指令所と隣接している、電気指令所にて、踏切角動作、遮断機の動作、異常発生時の機器の状況を監視するもので、踏切死傷時の迅速な対応が可能になる。2005年から導入が始まり、 2008年12月に全線で導入を完了した。関東交通広告協議会、東京都統計年間、神奈川県統計要欄より、は、ウランの上行人員と比較して、増、減、を表す。有価証券報告書によれば、労働組合の状況は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。